初スパ失礼します。耳が聞こえないのでお話の内容が分かっていなくて不謹慎だったらごめんなさい。字幕付きの独自本社の配信からひむちゃんで会いました。ゲームが上手なのに天然なところが好きでさ、とすでに笑顔なところが音がなくても見ていて幸せな気持ちになります。これから応援しています。ありが、ああ、ひは 23D だと手話できるんだけどな、ちょっと。ありがとう。ありがとう。手話ちょっとできる。友達が耳聞こえない子いたから、友達と話したくて覚えたことあるね、少し。うん。中学校ぐらいの時だったかな。そう、一緒に FPS やってる子がね、耳聞こえなくて。うん。でね、その子、マジですごくて、耳聞こえないのに、ひまよりね、うまかったんだよな。え、なんでわかんのって言ってたけど、耳が聞こえない分、目に集中してるんだよって言ってた。だからすげえと思って。うん。いや、すごいよね。だから、切り抜きとかもなるべくね、文字で打ってあげた方がね、わかりやすいのかなとか。思ったりするよね。うん。